T シャツやん。うん。あの、全然違う。すごいね、見て、すごいね。だから、一気に全部下ろそうとしないで、引っかかりました引っかかりました引っかかりましたって逆の手で。バレそうになるな。皮剥ぎの口へ。外さないで、外れちゃうの。コンコンさっき、乗っかってる。あ、さっきのやる子。小さかもうん、うん、うで、それができると、もろ手取りもコン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 で、食い血のようにしといてからパスね、だから、うん、ここで乗せ、ここへやりなさいっていう意味が全然分かってないんだよね。肘をここへって、その時にどっち？どっち？どっちの骨に乗せるの？どっち？どっち？相手のどっち側が弱いかを探ってるんです。あ、ここ乗りやすいやと思ったらそこへゴン。で、今度はこっちへ乗って、ドン。で、また乗せる。で、ドン。で、崩れたなと思ったら、ちょっと。なぜこうやるかって言ったら、で、乗せる。これだけでこれだけでぶつけられそうだよな。そう。さっきのでか。おい。これだけでもできそうですよね。もう二人いたらぶつかってますよね。これで。これで。で、これでぶつかってる。この部分が何かって言ったら手鏡。常に手鏡を見るように見る。つまり肘伸ばしないっていうのはこうじゃないんですよ。この運動でどっちにかけるかを意識したらこうよいしょ。そう、一番最初にここで接地点を見つけに行く運動なんです。トンと接地点を別にどっちもいいんですよ。自分がつきやすい場所、相手の握り方によってあ、どっちもつきやすい。その場合はこう、あ、痛い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 。基本は頭骨が合いすぎだったら、あ、惜しくて惜しい惜しい。で、上げないでポンとやって、上げないで、その後肘を入れ始めると肘が押さじで、押さじで肘を入れていくだけ。あ、まあ、上げないのか。あ、そうすると角ついてちゃダメですか？角ついてたのか。角ついてたのか。そう。肘を入れていく。肘を入れていく。おぉ、肘を入れていく。あ、そうすると、そうすると僕が苦しくなるわけです。で、返して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 、で、肘を入れていくと。ここに肘を入れていく。こう入れていく。ここで返し、こう入れていく。そう。逆にしなっちゃう。常にだから、手鏡ってのは何かって言ったら、どちら？あと、どっち？で、その後、キュッと絞ると。絞る？絞ると、気象原膜で絞ると相手が引き寄せられるでしょ。これは肘を入れる。うん、ポン。いやでもう肘この状態で比べると別なのか。このまま引こうと思うか。だからあ、こっちこっちだな。だから、ジェルで全部。全然なんない。いや、今まだない。どうやったら取れるか。ずっとだから。ま
っち側もいいな。こっち側ほら筋肉が。左側。